関西大学ラグビー A リーグの開幕を知らせるプレスカンファレンスが行われました。関西大学ラグビーフットボールリーグに今年度より室生がメイン公式スポンサーとしてつくことを受けて、坂田会長はスポンサーの力を借りながら関西のチームを盛り上げていきたいと話していました。また昨年度までリーグ上位5校が大学選手権への切符を得ることができていましたが、今年度からは上位3校までと変更になり、狭き門となりました。中林監督はリーグ3位を目標にするのではなく、優勝を目指し、大学選手権では関東の大学に一つでも多く勝ちたいと話しました。去年は初戦で関西学院さんに負けてしまっているので、今年はもうその初戦から一戦一戦大事にして戦っていきたいと思っています。高島キャプテンはこのように述べ、観客が増えると思うので楽しませられるようなプレーをしたいと話していました。応援よろしくお願いします。立命館大学は9月25日、大阪市鶴見緑地球技場で近畿大学と初戦を迎えます。関西制覇、打倒関東を目標に、選手たちはさらなる高みを目指します。